ヤバシだわ。もうね、何回見てもヤバシ見て。ヘラネーのデザイン、うーわ最強っしょこれ。ボイン、爆乳ボイン、ブルースキン、かわいいショヘア、あざっせ。そしてジジイのイケメンレベル、かっこいい。この釣り目、これマッチョなんだろうな、脱いだら。ジジイマッチョ本気かっけ、覚醒、ミネルヴァの姉子、激欲しい。今日ね、この2枚出たら、もう奇跡ミラコだから絶対に出す、景色。頼む！一発目からヘラ。いでよ、ヘラ。ヘラね、氷。よっしゃ、頼むぞ。奇跡ミラコ、スポリーかぶったー、ドゥルッと、ちょ、待って。ちょ、待ってよ。まだこんなに種類あんのね。ね。ね。まだ俺、2回目だぞ、これ。一発目からかぶった2回目。いや、でも、美女だから全然 OK だわ。美女カード、ドラゴンカード、自分の好きなカードは何枚着ても OK。よし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 。まあ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 、おつけおつけ。やべえ。もうかぶり地獄入った。いや待って、そんなはずねえだろ。まだ早くない？かぶり地獄入んの。ちょっと待ってくれよ。いやまだまだこれからでしょ。俺後半に強え男ですから。いきますよ。スポリー。玉ドラ。玉ドラのパックから玉ドラ来たね。わっほーい。あ、かわいい。やべえ、デザイン、あの豆プレッシー並みにかわいいね。前回ゲットした豆プレッシー、これもすげえ気に入ってんだよね。やばいぞ、それ並みにかわいいじゃん。玉ドラ燃えすぎる、この口元やばい。これデザイン最高だわ。よっしゃ、コレクション。あ、そうだ、ポイントね、前回最後にさ写真で見たんだけど、今見るかな。50-50だね。50-50。これさ、俺マジ昨夜欲しいんだけど。昨夜絶対欲しい。まあ、アテナとソニアもゲットしたいけど、絶対に欲しいのがこの昨夜。うわー、昨夜ゲットしたいなー。金の卵マーク来たらね、あの1200名分あるんだけど、それ来たら狙いのもらえるんだってさ。この昨夜欲しかったら昨夜もらえる。でもあとはね、ポイントでどれもらえるか分かんないらしいからさ、ぜひとも卵を出したいんだよね。金の卵マーク出して昨夜をゲットしたい。うわー、やばい、これはね。まあ、3枚ともいいよ。3枚とも全部さ、美女カードで、絶対デザインやばいと思うからいいんだけど、できれば昨夜が欲しいなぁ。コーリードマジっすか。俺ね、最初、初めてさ、カーリーのデザイン見たとき死にそうになった、マジで。すごくない？この絵。ね、あ、ちょっとこっちで見ようか。うわ、これね、やばい。え、待って、下方レベルマックス。すげえ、何これ。やべ、めっちゃ興奮しちゃった。カードで、カードで興奮する28歳。やべえな、やっぱ何歳になってもね、こういう自分の好きなさコレクション、まあコレクションっていうかさ、欲しいものゲットしたら嬉しいよな。カーリー、いや、めっちゃかわいい、カーリー。うーわー、何この絵。おみ足ボイン、素晴らしいね。うわ、これはもうね、いや、これ 0.1 秒で土下座だわ、これ。カーリー、やばい、ちょっと本当ね、あのね、嫌いんだよ、わかるかな、これカメラで伝わるかな、伝わってほしいな、このキラド。嫌いのすげえ。あんまりわかりにくいけど、めっちゃ嫌いんだよね。ありがとうございます。やべえ、これ、ね、レアか、超 R だから、あ、そっか、待って待って、俺覚えてないんだよね、まだ。何がさ、あの超絶で、何がメタリック仕様なのかって。ちょっと待てよ、カーリーいなくねえか。あれ、カーリー、番号ね、あ、そっか、番号で見りゃいいか。45番の S 超 R って書いてる。45番の S 超 R、 45番の S 超 R、 45番、43番ででしょ。待てよ、これもしかして、ちょっと待ってね、ちょっと待てよ、落ち着け、落ち着け、お前ら待てよ、ちょ待て、ちょ待ってくれ。え、ちょっと待って、これさ、マジでシークレットじゃない、これ。ちょっと待ってね。これマジで43までしかないじゃん。で、超絶レアカードが2枚あって、44、45だとしたら、これ絶対シークレットだよね。おぉ、すげえ、待って、間違ってたらごめん。おそらくね、これシークレット。カーリー。マジっすか、シークレットのうち1枚来た。うぉ、マジか、すげえ、酒飲みて。ちょっと、酒飲んでいい、マジで。ちょっと酒飲みて、これは。うっそ、あ、これシークレット、納得だわ。あ、もう嬉しい、マジで。うわ、いや、すごいもんね、デザイン。シークレット来たー、これ絶対そうでしょ、番号的に。
そっか、カーリーシークレットか。はい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 、そうだよね。だってないもんな、番号ないからシークレットじゃん。うわ、こんな美女カードのシークレット、ありがとうございます。パズルの要請ありがとうございます。やばい、今日乗りまくってる。1枚かぶって終わったと思ったんだけど、正直ね、ちょっと終わったと思ったんだけど、2枚目でシークレットきた、カーリー。うーわー、マジっすか。はい、セレス。うわ、セレス、かわいいね。セレス、これはノーマルだね。なんて言うんだろうな、これ線が太いっていうか、いいな、このデザインも。なんかアニメ的な感じしない？ありがとうございます、セレスゲット、ありがとうございます。じゃあ次、待って、これ来るわ。覚醒ミネルバ&ヘラ、ヘラ頼むぜ、ヘラ来てくれ、ヘラでブルースキンガール、スポーリー。はい、クイーンメタルドラゴン持ってない、ありがとうございます。よし、ゴールドさ、前回ゲットしたよね。このカード、やっぱね、めっちゃ可愛いわ。ほら、うわ、揃った、超可愛くない？ほら、この2枚。やったぜ、クイーンメタルドラゴン。ありがとうございます。あー、かっこいいな、デザイン。今日やべえわ。ちょっともう一回見ていい？ちょ、もう一回見ようぜ、もう一回見ようぜ。トゥルットゥットゥルー。いや、めっちゃ美女。なにこの美女じゃ。ボイン、やばそうだもんな。おみやし、ケツプリ。あざっす。こんな美女、まあ、実際いてみ、目の前に。うーわ、もう速攻デート誘うよな。で、筋肉嫌いとか言われるんだろ、どうせどうせ筋肉ありすぎて気持ち悪いとか言われるんだろ。カーリー絶対筋肉好きじゃねえ顔してるもんな。こういう顔の女って筋肉好きじゃねえ。待ってくれ、アルスノア、正直初めて見たこいつ。待って、姫って書いてるからさ、女の子でしょ。初めて見た。あ、可愛いじゃん。なんかのキャラに似てる。ケツプリ、うわ、ケツ最高っすわ。初めて見た。待って、名前もう一回見て。アルスノア。アルスノア聞いたことあるかな。いや、でも初めて見た俺。こんなモンスターもいるんだね。めちゃめちゃ可愛い。これでノーマルでしょ。わお、ノーマルカードでもさ、もう神レベル。カードでゲットできたのは嬉しいんだけどさ、両方ともアプリで持ってないから、ぜひともゲットしたいな。カーリーすげえ欲しい、マジで。わあ、すげえ美女カード祭りじゃねえか。セレスも来たし、これでブルースキンガール、あとね2パックしかない。やばい、これで覚醒ミネルバ様来てからの最後ブルースキンガールボイン美女、見返しちゃう。頼む、スポリー。あ、俺持ってる、こいつめっちゃボインなんだって。しかもすげえ可愛いの、あのサブアカのリーダーにしてる、これ。うわー、やべえ、めっちゃ嬉しい。ゴエティア来た来た。うわ、すげえデザインもいいよ、ほら、素晴らしい、可愛い、プリってるな、おい。ブルースキンガール来たわやった、ブルースキンガール、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。いや、ほんとやべえよ。でもさ、俺よーく考えたらさ、あれなんだよ、実際にブルースキンガールいたらさ、キモいよなこのカードとか、あの、なんだろう、作品であれ可愛いけどさ、ゲームのキャラとかね、実際にね、想像したの俺ね、実際にブルースキンガールいたらどうかなと思って。いや、まぁ、あ、ちょっとキモいよな。でもキモいけどね、俺好きだと思うな。でもちょっと、いや、でもどうだろう、実際見たことないから。ちょ、わか、あ、でも、ヘラネーぐらいのレベルだったら可愛いだろうな、ブルースキンガールも。やっぱ見てみないとわかんないよね。ちょっと想像ではね、ちょっとキモいなと思ったんだけれども、やっぱ実際見てみないとわかんないからさ、こういうのは。ちょっと見てみたいよね、ブルースキンガール。いや、俺絶対好きになると思うけどね、ブルースキンガールとか半端な。ちょっと待って、ミネルバの姉御じゃ、まあ覚醒じゃねえけど、ノーマル、うわ、なんでミネルバノーマル。まあ俺ノーマルとか正直関係ないんだよね、レアだろうがノーマルだろうが、好きなカードは好きだし、まあ好きじゃないカードは好きじゃないからあんま関係ないんだけど、見る、うーわ、最高っす、あの、最高っす。いや、もうこれ最高しか言えねえ。うわー、かわいい。あの、セレスのさあ、絵のタッチに似てない？さっきのさ、セレス。なんだろう、これ、なんつうアニメ的っていうかさ、なんか線が太いのかな？ほら。なんか似てる感じすんな。うわぁ、いいわ、ペチャパイの星。ミネルヴァ、戦う乙女に、パイはいらねえ。かっ
ちょいブルーアイズブロンド最高だよな。やべ、これ今日さ美女カード祭りだよな。ガチで美女カード祭りじゃね。セレスにミネルバー、まあヴィーナスかぶってるさ、まあ、美女じゃん、アザスじゃん、そしてねザンこの子も来たし、ピンクヘアの、俺ピンクヘアの子大好きなんだよね。そしてブルースキンガールも来たし、ノリコの美女カード祭り、そしてシークレットの、これシークレットだよな。うわ、いやほんと絵のレベルが違うんだけど、なんでなんでこれだけ絵のレベルが違うの。こんなに半端ねえデザイン、超かわいい。いや本気デートしてえな、これマジ可愛くねえか。ほら見てくれ、素晴らしいよデザイン。45番だもんな、これ絶対シークレットっしょ。うわ素晴らしいカード来た、ありがとうございます。こんな素晴らしいカードを作ってくれてありがとうございます。そして手元に来てくれてありがとう、一生大事にする。本気かわいいわ。ちょっとね、俺の大好きなさヘラベオーク様とちょっと並べようかな。おおすっげえ、マジ何この威力、破壊力。うわー、ねアズドラウェガース今までたくさん買ってきたけど、なダントツの画力っていうかさ、もうデザインすごいね、やっぱカーリー。うわー、これちょっと次元違うとこ行ってくかもしんね、カーリー素晴らしい。まあ、全部さカードデザインすごいけど、その中でもなんだろう、ズバ抜けてるよねこのデザインは。すげえカーリー、もうなんか女の子だけどさイケメンって言っちゃうもん俺。なんかこれイケメンだよねこれイケメンガールじゃない。わあ素晴らしいなこれ、もうこれ酒うまいぞ今日は。ガチで酒とプロテインうめえわ、もう大胸筋ぶるってるもんねいちいち。すげえこれ欲しいな、アプリで欲しいな。カーリー神ドラゴンタイプ、うわドラゴンタイプいいな。俺ドラゴンデッキ使ってるからさ、この美女でドラゴンって最高じゃん。いや欲しい、カーリー欲しいよ、これはマジで欲しい。ゲームでもアプリでもすっげえ欲しいわ。じゃあ最後にさ、ちょっともう一回カーリーの姉子見てバイバイしようぜ。カーリーの姉子ボインバイバイ、素晴らしいねこれ。足とか長え、モデルじゃん。身長185センチぐらいかな、カーリー。もう2メートルとかいってんのかな、絶対これスタイルいいっしょ。スーパーモデルカーリー、すげえ、ありがとうございます。本当にこれ来てくれてありがとう、まさかのシークレットだったとは。あとブルースキンガールね、この絵も好き、素晴らしいな。ブルースキンボーイアザッス、そしてねピンクヘアガール、名前なんだっけ、アルスノアだ、アルスノアね、覚えた、アルスノア、アルスノア。ほう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 、スキルがサモンライト、かっこいいな。へえこれもいいな、これはケツがポイント、もうケツプリが一番のポイントだよねこのカード。でヴィーナスのポイントはこの三人衆こいつらのね表情マジ最高、ほんとにチョコベーだ。でミネルヴァ、うわ最高だわ。そしてセレス、うわこれこうもうね今日ね神回すぎて半端ないね。次回はねぜひゼウスも出したいな、俺ゼウスも大好きなんだよね、このジジイマッチョ、半端なくかっこいいゼウス、ゼウスも来てほしいな。やったこれ今回あれだよね、大勝利だよな。次回もう一枚出したれ、もうシークレットもう一枚出したるわ。いやこれ来てくれるといいな、ありがとうカーリー一緒の宝物だわ、これは嬉しい。あとゼウスヘラも欲しいね、このパッケージのさゼウスさんのヘラ、このヘラね可愛いわ、半端ないっつ出したい、ぜひともゲットしたい。じゃあまた次回、最後はねベオク様バイバイである、もう一回ね最後ベオク様バイバイしようぜ。さっきカーリー様バイバイしたけど、もう一回ちょっとベオク様バイバイで締めよう。あざっす、これすげえ気に入ってんだよこのカード、このカード4枚くらい持ってんのかな、すげえ持ってんだけどさ、被ってんだけどめっちゃ気に入ってる。